酒井宣義選手、名古屋グランパスへの移籍の噂出てましたけど、報道でね、豪徳の兄ってあったんですけど、もうそれいらないでしょ。今シーズンの活躍見てると、もうそれはね、絶対いらないよね。今シーズン鳥栖で8ゴール上げてて、しかも月間 MVP と月間ベストゴールダブル受賞してて、めちゃくちゃすごい選手ですよ。去年までは大宮で左サイドバックのベンチ要員として、しかもね、使われ方としては結構クロッサーみたいな役割されてたんですけど、まあ鳥栖でね、今シーズンこんだけ輝くのかと、選手は使い方によってね、ここまで変わるんかっていうね、本当にいい例だなっていうふうに思いましたね。まあね、酒井選手、名古屋グランパスへの移籍の噂出てますけど、これ見て思ったのは、若干昔の名古屋っぽいね、移籍なのかなっていうふうに思いました。これはね、別に悪い意味とかじゃなくて、昔はケネディとかシモビッチみたいな身長高くてフィジカル強い選手最前線に揃えてたじゃないですか。で、酒井選手もね、フィジカル強い選手なので、まあ割とね、イメージ的には名古屋移籍しっくりきたかなっていうふうに個人的に思うんですけど、どうなるんでしょうね。